こんにちは、中熊もぎたです、ね、この動画ちゃんとやるっす。この前ね、離婚しましたという動画を上げて、ツイッターにも上げて、ちょっとお騒がせしたんですけども、僕はこうつぶやきました。ツイッター現 X で、こうつぶやきました。X では謝ったんですけど、セックスしてまでが本当の謝罪だろうと。セックスを、終えないと、謝罪のセックスを終えないと本当の謝罪にならないよ、この夫婦は、という意味でつぶやいたんですけど、無事、性交渉からの成功が終わりまして、そういう報告動画、私たちは再度結ばれました、という報告動画です。いや、皆さん、ご心配おかけしました。違うじゃん。めでたく、ね、再婚して、また結ばれました。ね、ちょっと待って。ね、話と違うじゃん。お前、ああやって、こう、ツイッターに載せてね、うん、勝手にヤフーニュースになっちゃって、うん、で、いや、だからそれは。結婚式前なの、うち。なのに、その周りの人も、じゃあ、やばいわ、もう、動画撮れないわ。まあ、離婚してないのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、12月に、無事、結婚式も、行いますので、ご来場される皆さんよろしくお願いします。はい、私たちが日本を背負っていきます。はい、私たち夫婦が日本を背負います。これから日本を背負います。タッチャーもいます。はい。では、はい、さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。今抜きや。サンキュー、サンキュー、サンキュー。待ってね。あ、もしもし？今帰ってきたよ。宇宙から見た地球なんてさ、すっげえ綺麗でさ、涙出たよ。僕には何もないな、まいっちまうよも。とっておきのセリフも、特別な容姿も。君がくれたのは、愛や幸せじゃない。H カップの巨乳のセクシーな容姿だ。僕でよかったかい、妻子持ちでよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、めんどくさくなるから。そんな僕の予感なんだ。嫁にはバレたらやばい、秘密の関係、言葉が邪魔になるほどの体の関係。会いたいとかね、そばにいたいとかね、守りたいとか、そんなんじゃなくて、ただ夜の寝渡してほしいだけ。できればホテル集合、ホテル解散がいい。ホテル